ごきげんよう。マミウメモさやかです。なんと今回でですね、実況プレイ動画、プレイ動画、他のネタ動画含めて私のニコニコ動画に投稿した動画数が1000コメンです。おめでとうございます。ありがとうございます。1000個ですって。なんかこの間8年なんですけど、ニコニコ動画で、いやーまあ8年も経ったら1000動画いくんですねっていう感じで、まあ本当なんか、まあ、全部見てくださる王者なんていらっしゃらないと思いますけど、まあ、いつも見てくださってありがとうございます。本当に感謝です。というわけでですね、今回私ソロで悠久のルシフェルさん記念にですね挑もうと思います。で、まあ、装備なんですけど相も変わらず、まあ店売りとクエストのやつとあとまあちょいちょいドロップ系、ちょいちょいドロップ系っていうか一応全部ドロップ系かな。ドロップしてるやつで、まあ、一番私が持ってるので良さげなやつ、ちょっと物理耐性が20下がってますけど、まあどうなることやらって感じで、いやまさかねこんな大きいのをね、私がねここまでやると思ってなかったでしょ皆さん。パート1で不安しかないよねパート1から見たら。本当に私もねまだ倒してないんですけど、ここまで来ましたよ。あー違う、そっちじゃない間違えたはい、いつもの私でした。まあ1000動画目からもあんなアホなことをしつつやっていこうかなみたいな、まあこれからもよろしくお願いしますよ的な感じで。ルドルがいるね、ちょっとどうかな、あんまりでも足元にいてもなって感じなんですけど、ちょっと普通に飲んでますね。あ、飲み終わった、じゃあよろしく。あ、当たりそう。物理ロードゴーストウォーカーで、覚悟はよくてクロスリロード間違えてやっちゃったあー当たっちゃった。足死んだのこれ。あ、泳いじゃったの位置取り難しいねこれ。ちょっとタイプアウト。これ何一度しなさい。あ、間違えた間違えてもくるすぎる。なんで、あ、死んだ。ゴーストウォーカーを切らさないことと、あールトル入ったことがあー足当たった。したじゃん。なんで？物理ロード、アグレッシブモード、ゴーストウォーカー。あーなんかすごい不本意。この戦闘すんごい不本意。あーもうボロボロじゃん。勝ったけど。なんかすんごい喜びたかったんですけど何回お CG 切らすねんっていう、なんだろう、なんかすんごいピボタン押すんだよね。何匹目で勝ったかっちゅうと7匹目で勝ったのか。6匹死んだのね。そうですね、倒された数あんまりいないんだ。でも金冠なんだね。 92,481 人の方がお亡くなりになったとそれって私のあの6回が入ってんのかな。私は1人分なのかな。あーすんごいなんか不本意な感
じなんで、ちょっと OCG ずっとやっときたかったのに、なんかやったら間違えるからさ、ってか喋ってたら全然できなくて喋ってたらもっとできなかったんですよ。まあでも今回分かったのが、 TP のデバイスがいらないっていうのと、なんだろう、射撃力いっぱいついてるけどさ、射撃あんま使わないもんね私。うん、アーリーカウントの回避が良かったんかどうかわかんないな。とりあえず当たっちゃいけないと思ってゴーストウォーカー切れたようにアーリーカウントを使ってたんだけど、アグレッシブモードやるときはゴーストウォーカーが絶対あるとき。青から緑にしたら HP 回復するから、まあ攻撃受けてたらいい感じかなと思って。アグレッシブモードが続いてるうちに、もしオーカランブ、トリプルリキャストのオーカランブが2回できるかなって感じだけど、なかなかこうそこまで考える余裕もなく。まあスキルは今ブラストフェンサーなんで、まあ OCG これがなかったらねちょっと足りないんですよね。 TP が今まだもう10秒すごい大事で、ちょっとこれないときつい私で。まああとは HP 底上げ、あ HP1 個しかつけてない、これなんだ。 TP が上昇、うん、そんなもんつけてないまあそんな感じでした。ちょっとよろしくなかったですけど、まあソロで倒しました一応寝込んでしまうぐらいちょっとさっき綺麗に勝てなかったのが悔しかったんで、もう一回ちょっとやろうと思います。2回目勝った時はまあ、OCG 途切れさせることなくできたんですけど、まさかの動画を撮ってなかったっていう失態を犯してしまったんでまあ実質3勝利目を動画に残そうと思います。で装備なんですけど、まあどっちも店売りで、さっきはノポンの方にしたのをまあビーストにして、まあここは変わってないけどデバイス変えてますね。 HP 上げるのやめて、あの回避率上げたかったんですけど、ほとんどエルマさんに持ってかれちゃっててまあなんか他につけるもなかったから、ちょっと潜在力つけてます。いきましょう。また動画撮り忘れようとしてた。あーだったー、もうな位置が悪いから。しかもそこ岩あるね。とりあえずゴーストウォーカーは切り上がるに行って、でちょっと TP を取って、でまたカウント増やしていきます。で次ゴーストウォーカーだね。ゴーストウォーカー C の TP 上げのリロード、で TP 上げのカウント増やしのゴーストウォーカーを絶対欠かさずにやりの TP 増やしの、ちょっとアーリーカウント入れてみようかな。はい、で HP 回復別にいいけど HP 回復だよね。はい、でアグレッシブモードからのゴーストウォーカー C ので、物理耐性を下げのからのカランブー、8万ぐらいだったっけさ、前勝った時が。でもビーストモード増やしてるんで12万になってますね。でまだアグレッシブモードが生きてるんで、オーカーランブ C ので、もう1回入れてゴーストウォーカー入りそうだからゴーストウォーカーして、で物理再生だけのからのもう1回オーカーランブ、はい、でまあついでに扇風機いきましょう。はい、扇風陣もね、すごいいいダメージ出ますからね。はい、で、ゴーストウォーカーシーンのもこのこのリピートでいけるんじゃないですかね。よし、ちょっと一回吹っ飛んだけど、
何度か何度か。いや、これでいいっしょ。これが初見でできなかったのが悔しいけどね。お、今日もらっとこう。あー、勝った勝った、やっとすっきりした。皆さんの好きな景色ってありますか？好きな景色ってなんかいろいろ思いつくし、なかなか一番って決められないと思うんですよね。私はちなみにここから見える景色がすごい好きです。夕焼けも綺麗だし。っていうわけでですね、別にあれでもないんですけれども好きなところは語れるけど、苦手な場所って逆にどうなのっていうことで、今から、私が苦手な場所ベスト8を紹介していきたいと思います。ベスト8はここです。枝垂れなんて読むんだろう、枝垂れ白樹原生林ここが苦手ですね。苦手っていうより気持ち悪い。まだね、まだこの下の方はいいんですよ。まだこの下の方はいいんですけど、まあ上が素晴らしいですね。あと割と雲系が苦手なんで、なんて言うんだろうわかりますかねなんか嫌なんですよね。なんか全然関係ないんだけどさ、初めて突然ウェイトって出て、なんか勝手に再起動されちゃったんですけど、ゼノブレードクロス初めて。あんなの何だったんだろう。なんかせっかく報酬チケット結構もらってたのに1時間前ぐらいに戻されちゃったんですけど。というわけでですね、第7位が、まあ黒金大陸全般なんですけど、まあだいぶ慣れましたね。だいぶ慣れて、苦手だったのがこの建物なんですけど、この円柱の最初ここに入り口があることに気づかなくって、どうやって行くんだろうって思った時に、上からかなと思って、こう上から見るのがすごい怖かった。今でもちょっと嫌かもちょっと底抜けな感じ、なんて言うんだろう、なんかちょっと怖かった。下から見ちゃえばね全然問題ないんですけど、うん、てかこう入れると思ってなかったからね。すごい、だってビリビリしてるじゃん。次は2、6番目はミガンド山ですね。まあ何が嫌って、なんかこう傾向的に私はこういうなんか底が見えない系が苦手なんだなと思いましてございますね。なんかね、こう一回すごい下まで行ってみようって思ったことあったんですけど、勇気を出して、どうやらこっから下行けないみたいなんで、こっから下はこうシステム上いけないみたいですね。5番目はですね、ジャイアントクラックです。なんかまあさっき言った通り、こう底が見えない感じがすごい苦手っていうあれです。でなんかここのトレジャー教えてもらうときにあれなんですね、さっきのミガンド山もそうですけど、飛んでたら下まで落ちないらしいですね。はっ、ここもしかして、あー、ありがとうございます。なんかコメントで、あ、そう、なんでここ気づかなかったの。あんま山に下に来たかなかったんですよ。いや、ありがとうございます。やっと、ありがとうございます。ほんと、あ、うさ耳、うさ耳だと。でもうさぎの花があんまり期待できないものだったんで、いや、耳っしょ、うん、あら荒川なんですけど、これ
や私ね、猫より犬が好きなんですけど、犬よりうさぎが好きなんですよ。これいいっすね。これちょっとエルマさんに。エルマさんに。ありがとうございます。すごい嬉しい。いやー、やっと。ほんとね、ここね、何回挑戦したんだろう。こうね、心が落ち着いた時に、定期的にここに来て探してたんですよ。よかったよかった。で、ここまでは、まだ、笑って紹介してましたけど、こっからマジで嫌いです。マジで嫌いです。4番目はここですね。これなんで読むの？白リンコかな？なんだろう？色？色と雰囲気と曲とイソギンチャクかな？このイソギンチャクってオーバードなのかな？どうなんだろう？あ、セグメントトピックには書いてないからさ、ま、あ、手を出さなくていいなら手を出したくないです。前なんかゼラーいたのってどこだっけ、ここだっけ。まあ、あれはクエストだからもういないけど、いやマジ安ね。これはな、グロースがそうしたんじゃなくて元からここにあったのかね。いやー本当に。次はですね、これなんて読むの？新潮寝所、寝所？新潮新書みたいな感じなんかな。ここの嫌なところはね、びっくりした。え？こんなんいるの？知らなかったこれ。こんなんいた。何が嫌なんだろう。不規則な形と赤と紫って気持ち悪いよね。で、ここのねここのセグメントトピックを待ってないのってそれなんですよね。ほんと来たくなくて。一応なんかオーバードが3匹とトレジャーとクエストマークがあるんですけど、あ、こっちトレジャーっぽい。これはあれだよね、動くやつだよね。初めて来た時は確かめたくないって言って触れなかった気がするけど、あ、いた。あ、でもこれ動くくね。見られてるくれ。あー、ここでやっと一箇所もうテレジャーゴワッ。聞いてない、すごい聞いてないですよ。そこそこ痛いですよ。あー、わかった。あー、そこのトレジャーはこれがいると。さやかさん学びました。でもこれはまああれですね、これんあれではないですね、セグメントトピックではないですね。はい、死にましたね。いやー、オーバードいっぱいいる。でも今の騒ぎによって私はちょっと多少ここを克服したんじゃないかなって思いますけど、気持ち悪いですね。次もね、マジでダメなやつです。あのね、こう間違えて飛んじゃうといきなりヒーって思うんですけど、もうここヒーですよね。もういやー、なんかあのね、あの嫌なんですよ。こう前さ、夜にここを探索したけどさ、夜はこいつ飛んでるんですよ。いやー、嫌ですね。いや、もう穴系が嫌いなのかな。そこが見えないのが怖いのかな。多分ね、予測できないとこに行くのが苦手なんだと思うんですけど、いやいやですね。ちょっとあれ、ちょっとあれ、セグメントトピックじゃなくてよかった。なんかもう見た目的に嫌。動画内で、ちょっと克服できなくて動画内で倒さなかったらごめんなさい。
そう、ボフボフ言う。すいません。なんかマップなしでこう、うろうろするのって、すごい、なんだろう。やっぱマップに頼ると、自分の頭の中で地図を作らないっていうか、なんだろう。なんか、何か頼るものがあると、それに頼っちゃう癖があるみたいで、マップがない時に、こう、探索をすると、すごいなんか、あ、こういう風になってたんだって新たな発見があります。わかりますかね？というわけで第1位はですね、これですね、夜光級でしたっけ？夜光級？これの、まあ、ちょ、夜に来たかったんですけど、この中ですね、ここが苦手一番。夜になったらもっと暗いけど、まず何あれっていうまずこれ何っていうのと、なんだろうね、なんだろう、閉鎖的空間かな、これ何。一応なんか鳥みたいな感じなんかな、上からぶら下がってんだよね。もうこっからね、入りたくないぐらい嫌なんですよ。というわけで、よくわからない、誰得な誰得な私の、ベスト8でした。苦手なところベスト8でした。というわけで、なぜか一戦動画目で、記念すべき一戦動画目で苦手なところを、まあ、克服するという意味で、ちょっとまあね、紹介してみました。はい。それでは、まあ、克服できるように頑張りたいと思います。はい、今回のパーツはここまでです。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。